お気に入りのメガネをお気に入りのケースで収納したくありませんか？じゃん。ポーターといえば皆さんご存知ですよね。このケース何がいいかというと、まずはジップでしっかりホールドできるというところにあります。もちろん表面の質感はポーターですので、すごく滑らかでいい質感ですね。中の収納力はというと、じゃん、こんな感じです。ちょっと試しに私のメガネを入れてみたいと思います。まずはこのメガネ、続いてこちら、そしてこれ、最後にこれを入れてみます。見事にこれだけ入りました。それとこのケースの最大の秘密はこの間仕切りにあります。この間仕切りが取り外しができて好きな位置につけられます。なので大きいものを入れたい時にはこのように3つにしてもいいですし、逆に小さいものをたくさん入れたいなという時にはこの間仕切りの間隔を狭くすれば、だいたい5本ぐらいは入ってしまうというケースです。しかもこの上の部分にも持ち手がついてますから、持ち運びにも非常に便利なケースですね。ということで本日はポーターのメガネケースをご紹介しました。では。